皆さんこんにちは、日本すっぴん協会の佐々木です。今外出をされる際はマスクをしている方がほとんどかなと思います。先日読者の方からマスクをしている時のベースメイクってどうしたらいいですかというのと、あとマスクを着用している時のメイクポイントを教えてくださいというふうなお問い合わせをいただきました。そこで今回はイニスフリーの PR をされている大八木さんにマスクをしている時のメイクポイントをご紹介いただきたいと思います。Zoom でのやり取りになりますので、一部音声ちょっと聞き取りづらいところあるかなと思いますが、テロップもつけさせていただいたのでぜひ最後までご覧ください。すごく素敵なアイテムいっぱいご紹介させていただいてます。大八木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では大八木さんの方から簡単にイニスフリーというブランドの紹介と、あと自己紹介お願いできますか。はい、イニスフリーで PR を担当しております大八木敦さんと申します。イニスフリーについて簡単に紹介させていただきます。イニスフリーは韓国ジェジュ島の自然の恵みを利用したブランドになっておりまして、韓国では2000年にローンチしたブランドになります。日本では2018年に上陸いたしまして、現在13店舗を展開しております。もうすぐですね、14店舗目になります。店舗が横浜のジョーナスにオープンするので、ぜひそちらの方にも遊びに来てください。私、ミニスリーザーの店舗は、表参道によく行かせてもらってるんですけど、本当になんかすごいときめく店舗ですよね。欲しいものがありすぎて。ありがとうございます。製品数もメイクアイテムもスキンケアアイテムも多様にご用意しておりますので、本当にボディに使えるものもありましたり、ヘアケアまであって、そうですね、皆さん結構長く店舗の方を楽しく見てなさっている方が多いですね。今日はその一部商品もご紹介いただく予定なので、皆さん最後まで見ていただければと思います。では早速、マスクをしている時のメイクのポイントについて伺いたいんですけど、読者の方からマスクをしている時のファンデーションや下地ってどうしたらいいですかっていうご質問をいただいていて、マスクに結構ファンデーションが薄くて汚くなってしまうのが嫌だっていう方も多いんですけど、ベースメイクは大きくリキッドとプレストとあると思うんですけど、やっぱりプレストタイプの方がマスクをしている時っておすすめですか？そうですね、私自身もベースメイクはリキッドタイプを使うことが多いんですけれども、マスクをし始めてからはですね、プレストタイプのものを使っておりまして、特にプレストタイプでも色味のない白っぽいものを使うことが多いです。そうですね、確かに色がついてるとその色がそのままマスクに移っちゃうので、じゃあ白っぽいパウダーのファンデーションというかベースメイクアイテムを使われてる。はい、そうですね。ちなみに何を最近は使われてるんですか？ですね、最近なんですけれども、ちょっとお見せいたします。こちらのですね、イニスフリーノーセラムミネラルパクトを使っていますね。ミネラルパクト、これちょっと中身見せてもらってもいいですか？はい、こちらがですね、こういった形でミラーのついた、タイプのパクトになるんですけれども、ノーセラムラインということで、これから、暑くなる季節にはとても向いていて、皮脂コントロールしてくれる、サラサラな仕上がりになるので、汗ばむ季節にはとてもぴったりの。なるほど、ありがとうございます。なんか普段どういうステップでメイクされてますか？そうですね、普段はやっぱりマスクメイクになってもですね、スキンケア土台をしっかり整えて、そこからプレストタイプのものを使ったりですとか、場合によってはリキッドタイプのアイテムを使ったりするんですけれども、化粧下地までしっかりこう使用してから、その上でパウダーを塗ったりとか、リキッドのものを塗ったりするようにしておりますね。特に日焼け止めを塗って下地を塗って、パウダーを使用するっていう方法が一番結構この時期はされている方も多いかなと思うんですけれども、マスク着用の際ですと、やっぱ時短でできるメイクをしたいっていう方が多いと思うんですけど、それでちょっと一商品おすすめしたいんですけれども、こちらですね。
もうご存知かもしれないですけど、はい、持ってます私も。ああ、ありがとうございます。好きなコスメで紹介させてもらったんですけど、ありがとうございます、はい、本当に皆さんから大好評をいただいているラインになってまして、まあ、スキンケアの仕上げの段階でこちらで保湿をしながらなおかつ化粧下地になるジェリーブロッサムトーンアップクリーム UV になっております。まあ、肌を滑らかに整えてそれで化粧のりをサポートしてくれる。で、プラス UV カットもできるので、本当にもう万能なクリームです。でも人気でおすすめのものです。ね、これだってもともと、ただのトーンアップクリームが前に発売されていて、ただね、日本の方が UV ケアもできるようにしてほしいっていう要望がすごいあったから、これグローバル用に開発されたんですよね。そうなんですよ。韓国では未発売でして、グローバル専用アイテム。まあ、逆に韓国では買えないレアなアイテムになりますね。やっぱトーンアップと、化粧下地と UV ケアが1個でできるっていうのはすごい魅力的だし、これね、チェリーブロッサムって言ってるからちょっと画面では伝わりづらいんですけど、ほんのりピンク色が入っているんですよね。おすすめです ね。香りが本当にいい香りで、本当になんかナチュラルにトーンアップさせてくれるから、ちょっと私もこっちの手だけ塗ったんですけど、すごい分かりやすくトーンアップしますよね。そうですね。これを塗ってもう近所のコンビニとかスーパーに行くのはもうこれ1個でも全然大丈夫っていうぐらい、とてもマルチに使えるクリームになっております。私もテレビ会議とかもなく1日在宅ワークの時は本当にもうこれを塗って過ごしてます。家の中で、家の中でもやっぱ UV ケアはちゃんとしておきたいなっていう気持ちはあるんですけど、しっかりしたものを使うのも嫌だなっていう時にはもうこれだけでこの首周りまで全部済ませてます。そうですね、テクスチャー本当に軽くて伸びがいいので、少し出しても首までしっかり塗れると思います。私もすごくおすすめのアイテムです。ありがとうございます。まあ、今もプレストがおすすめですよってお話をしてもらったかと思うんですけど、まあ、とはいえ、はい、やっぱりこの数年のツヤ肌ブームでリキッドを使われている方がすごい多いかなと思っていて、でリキッドを使う時のなんかベースメイクのポイントってありますか？そうですね、まあ、リキッドタイプのファンデーションを使用される場合はどうしてもその後の崩れが気になるっていう方が多いと思いますので、そんな時におすすめしたいのがこちらの、イニスフリーのセッティングスプレーになります。こちらやっぱり同じくノセバム のセッティングスプレーになるんですけれども、こちらでメイクしたての美しさを長持ちさせてくれるようなスプレーになっていまして、もう本当にメイクアップの最後の段階で顔に均一に吹きかけていただくだけで、そのままもうお出かけできます。手軽にもう本当ベースメイクの最後にシュッと吹きかけるだけでフィット感をアップさせてくれるものなんですよね。そうですね。こちらのスプレーがですね、すごい細かい粒子が潤いベールに変化いたしまして、メイクの密着度をアップさせてくれるんですよ。なのでこれから汗が気になる季節なので、お出かけ前にさっと一拭きしていただければそのままキープできますね。あ、いいですね。そう、これからちょっとね湿度も高くなってくるから、どうしてもやっぱこの辺リキッド使ってると崩れが、ね、特にこのマスクしてるこの辺は起こりやすいかなと思うので、こういったアイテムを使うといいですね。わかりました、ありがとうございます。じゃあちょっと2つ目の質問に移らせていただきたいんですけど、マスクをしている時のメイクポイントについて聞きたいんですが、まず一つ目が目の下のクマ、結構悩んでる方多くて、マスクをしてても目の下のクマってどうしても出るじゃないですか。なので、クマをきれいにカバーするコンシーラーの選び方とか、あと塗り方のポイントがあれば教えてください。はい、目のクマにということなんですけれども、やっぱり人それぞれちょっと目のクマのタイプって、まあ、異なってくるので、まあ、一つのコンシーラー、まあ、一色のものを選ぶよりも、その目のクマ、まあ、茶グマタイプなのか青グマタイプかなのかに合わせて、選べるようなアイテムをご用意しておりまして、はい、こちらになるんですけれども、アイコンシーラーのアンダーアイカバーにして、うん、青グマが気になるような方ですとオレンジがかったサーモンベージュを
おすすめしておりまして、サグマが気になる方にはイエロー等のピーチベージュを使うことにより気になるクマを、カバーすることができます。私もこれ持ってます。ありがとうございます。すごく伸びが良くて、あと潤い感っていうのかな、があるので、目の下につけても長時間経っても割れてこないっていうのが好きなポイントで、あと結構カバー力もしっかりありますよね。そうですね、本当に目元のエリアって皮膚が薄くてとってもデリケートなエリアなんですけれども、まあそういった部分ってどうしても乾燥しやすいですね。なんですけれども、まあ、こちらフィクスチャー、本当に先ほどおっしゃっていただいた通りにとっても潤いがあるフィクスチャーなので、ヨレを防げるようなものになっております。でちょっと見ていただくとチップの形がこんな形になっておりまして、うん、ちょっと平らなんですけれども、非常に目元の下にこう塗りやすいような形になっていて、先は少し尖っているのでポイントとしてもこういう風に置いていただけるようなものになります。なんか2ウェイというか、使い方でポイントでも置けるし、平で広範囲も塗れるということですね。そうですね、非常に塗りやすい形になっております。じゃあちょっと目の下のクマが気になるっていう方は、やっぱここをきれいにカバーしておくとアイメイクってすごく映えると思うので、コンシーラーでしっかりカバーして見ていただければと思います。でもう一つ伺いたいのが、そのまあここをきれいにカバーしたと、やっぱり出てるのって目と眉毛だと思うんですけど、なんかこの目元を魅力的に見せるポイント教えてもらえますか？マスクをしていますとやはり強調されるのが目元になるかと思いますので、特に、眉毛と、そうですね、アイシャドウを使いたいという方が多いと思うんですけれども、眉毛の場合ですとアイブロウとしておすすめなのが、ツートンアイブロウキットになりますね。イニスフリーのツートンアイブロウキットはですね、2色で、2色パレットに2色入っているんですけれども、薄い方を眉頭にふんわりと塗っていただいて、濃い方を眉山から眉尻にかけてしっかりこうのせることで自然な眉毛に仕上げてください。眉毛の隙間を埋めるようなイメージでブラシを動かすのがポイントになります。ね、眉毛しっかり描いてるときちんと感が出るというか、ね、オフィシャル感が出るから眉毛やっぱりすごい大事なポイントですよね。そうですね、やっぱり眉毛って結構この顔の印象を決めるような部分になるので、しっかり描いていただければと思います。はい、ちょっと今手元に物がないということで下に画像とか詳細出しておくので皆さんチェックしてください。はい、なんかアイシャドウ、先ほどおっしゃってたんですけど、アイシャドウもまあポイントになると思うんですけど、なんかおすすめとかありますか？そうですね、アイシャドウはですね、もう本当に全部紹介したいぐらいおすすめがたくさんあるんですけれども、はい、まあ、その中でも、今年の SS に発売いたしましたですね、こちらのマイグロウのスパークルをおすすめしたいと思っております。こちらがですね、まあ名前の通りスパークルということで、光の当たり方によってユニークにまぶたの上で輝いているんですけれども、まあ、ベースにですね薄い色を持ってきて、まあ、その上からグラデーションするような使い方で、本当にお手元にあるようなものとこう一緒に合わせていただいて、目元に奥行き感を出すことができます。私も実際手元で試させてもらったことあるんですけど、本当に可愛いですよね、キラキラ感が。そうですね、ぜひちょっとフィクスチャーを皆さんにもお見せしたいんですけれども、ですかね、見えるかなみんな、なんかこう光に当たると本当にキラキラに光ってくれて、なんかそれだけでもなんか気分がすごい上がるんですよね。そうですね。ね、可愛いんですよこれが。そうですね。こちらの SS のシリーズでやはり同じくこちらですね、マイパレットのケースの方が出ておりまして、こちらのアイシャドウ自体がマグネットタイプになっていますので、取り外しが可能になっております。こちらも限定でブローコレクションの中の
ちょっと見づらいんですけれども、キラキラしたあのパレットなので、ぜひ自分であのカスタマイズしてみるのも楽しいかなと思います。いいですよね。本当自分が好きな色を1個のパレットに詰め込めるってなんか夢がありますね。そうですね。こんな感じであの自分の好きな色を入れてたりしてますね。一応4色パレット、そうですね、4色入るんですけれども、私の場合は下にあのチークを入れて3つの願いになっております。じゃあこれ1個でメイク直ししっかりできるパレットになってますね。はい、そうですね。いいですね。ぜひね、これって期間限定のあのパッケージですか？そうですね、数量限定になっておりますので、在庫がなくなり次第こちらの展開はなくなってしまうんですけれども、まだあのまだまだそうですね、こちらご用意はしておりますので、ぜひあのオンラインの方でも店舗の方でもご購入いただけます。ぜひあのインスリーさん結構限定品数量限定出されますもんね。そうですね、本当にあの皆さんあのしっかりチェックしていただいてそう、そのものがあるので欲しいと思ったらその時にチェックして買わないと、あ、なくなっちゃったんだみたいなこともあるので、ぜひちょっと限定ものはちゃんとチェックしてもらえたらと思います。はい、はい、はい、確かに。あの今日ご紹介いただいたものってネットで買えますかね？はい、そうですね、イニスフリーの公式オンラインショップでと、あとアマゾンと、あと楽天市場の方でもご購入いただけます。あ、よかったですね。今ちょっと店舗に行けない方も多いと思うので、実際にねあの欲しいと思った時買えるといいなと思ったんですけど、そしたら詳細のところにあの商品名とあのリンク全部細かく貼っておくので、皆さんぜひ気になったものがあればチェックしていただけたらなと思います。まあマスクもうちょっと多分ねして出なきゃいけない時期が続くかなと思うので、ぜひちょっと今回の参考にしていただいて、あの普段のベースメイク、まあ、マスクをしている時のメイクでも心地よく過ごしていただけたらなと思っています。大八木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。